どうも、ゆうさです。はい、ガチャガチャお久しぶりです。ちょっと本当に忙しかって確定申告がメインだったんですけど、なかなかレコードキーパーもログイン税みたいになってて、イベントもねほとんどやれてなかったので、ようやく、はい、ここから手を出せることになりました。はい、で昨日の夜に、すいません、ちょっと雑談先にして、セブンのイベントをやらなあかんと思ってやって、めっちゃ強いんですけど、難易度350のやつめっちゃ強いんですけど、まあ、ミッションパーティーでね、行こうと思ったんですけど、エアリス丸裸やし、いや、きついっすね。どうしようと思って、まあ、とりあえず、まあ、まだ時間あるんで、もうちょっと考えますけど、ラッキー装備召喚、これ別に引くつもりなかったんですけど、一応クラウドが見えてるから、まあ、なんかクラウドのいいの当たったらね、ラッキーワンチャンあるかもしれないと思いまして、まあ、とりあえずこれ引いてみようかなと思います。はい、まあ、これ終わって、まあ、それでも全然ダメっぽかったら、まあ、セブンのガチャ1回引くかな、うん、ちょっと悔しいんで、はい、まあ、とりあえずこれいきます。まあ、まずはこちらから、ちょっとガチャ動画増えますね。フェスまでいっぱいありますし、来た来た来た、嘘え、俺の中ではもう相当やばい引きですけど、これ嘘、こんなことある？ちょっとクラウドに寄せて、クラウドに寄せてよ、ほんまに手寄せてくれたらありえっぞ、これマジで見たことないな。違うね、杖ですね、違うね、アーロンですね、多分この感じ、この鍵爪みたいな感じ。嬉しいけどセブン、嬉しいけど、アーロンのこれは味方全体に、何味方全体に魔法バリアか、引きつけて防御アップ魔法バリア、これ1個目の超絶なのかな、ですかね。これがパローム、あ、強っ、いいやんこれ、これいいやん、これ強いっすやん、これ雷か、雷結構うち強いんですよね、物理が。まあでもいいか、魔法防御力小は魔力中アップで魔法黒魔法ダブルっすやんで、雷まとい、これは多分相当強いな、使ってる方多そう。これはアルテマウェポン、はあ、はあ、マサタカや、マサタカの戦技や、あ、持ってない、うわ、嬉しい、完全にかぶりなしの3つやん、そう、嬉しい、ありがとうございます。まあ、狙いとはちょっと違ったんですけど、とりあえず OKOKOK、ありがとうございます。はい、じゃあ、ボーイズラッキーはこの辺で、はい、まあ、ちょっとガチャ動画、多分1本ずつ撮るんで、はい、細かくなっちゃいますけど、よかったら全部見てください。はい、では見ていただいてありがとうございました。